安城市にある岡田エンタープライズさん。さあ、本日もですね、岡田エンタープライズさんにやってきました。ありがとうございます。イベントね、もうこのクソ暑い中ね、皆さんね、熱中症になっちゃいそうですね、熱中症に、ね、これ治ったんですか、そういえば。あ、3代目3代目3代目できました。やっとこれはもういいですか。うん、あれ、悪いな。さあ、気を取り直しまして、はいはい、今日はですね、まだイベントですね、朝、はい、中ですけどもね、案外この暑いのかみんな集まってこないですね、俺ですね、密を避けてるみたいですね。ね、そして、今日の車がこの今日ちょっと、プロボックス商用車ですけど、はい、今これをカスタムするのがかなり流行ってますね。これを、はい、これ働く車でしょ。そうですよ、旧型、はい、あ、これ分かりやすいね。あのプロボックスの旧型と新型って見分けがつかないけど、並べたら分かるね、やっぱりね。そうですね、これが新型なの。これが一番新しい型。そうです。これが旧型ね。これが旧型ですね。これ初代。そうです、そうです、初代。あ、これとこれだ、うん、2002年ぐらいから出てるやつです。やっぱりもう燃費が良くて、うん、荷物がたくさん乗って、うん、そう、仕事に持ってこいの車なんですか。持ってこいですね。あ、価格も安い。安いですね。あ、新車でも安い、はいはい、でこれをどうするんですか。これ今、まあ、これだけいじろうと思ったんですけど、はいはいはい、まあ、たまたまし、あの新型が入庫したんで、はいはい、もう一緒にやっちゃおうかなと思って。プロボックスをわざわざ買ってプロボックスをカスタムしてる人っていますよね。多いです、多いです。ねえねえ、はい、いろんなのは、まあ、こういうプレートも。ああ、なんかこれプレートが。そうです、そうです。これはあの、どういうこと今日限定のという。そうです、もうイベントとかでナンバープレートが見られるの嫌だなとかっていう人があったら、はい、ああ、なるほどね。ちゃんと後ろにも同じやつ作って、ああ、なるほど。封印がこう、穴が、あ、できるんだ。開けてあるんで、そのままつけれるようになって。2500円です。1枚。あ、1枚1枚1枚そう、大手なに。タイヤのパーツつけて車高を上げるか下げるかして、はい、でホイールも、ホイールも、あ、でもう今リアスポがちゃんとあって、はいはい、こっちのあそこに置いてあるんですけど、持ってみましょう。当ててみましょうか。そうですね、はい、さあ、はいはい、これがリアスポイラー。これ、はい、あの一応旧型の。ちょっと当てがってみましょうか、はいはい、どうなるんですか。ここにちゃんとこういうくぼみも、これ用にこういう風に。これ売れた？これ FRP。ええ。これあの一応名古屋の MJ ジャパンって言って、はいはい、昔出たことあると思いますけど、あ、多分薬師さんが金太郎金太郎って呼んでた。あれも。そうだ、あそこプロボックスが得意やもんね。そうそうそう、あの会社のやつだ。はい、今そこもコラボさせてもらって作っていく形ですね。はい、あ、なるほどね。でさらにこっちもやっていくんで。はいはい、これもあると。はい、あ、今から作ります。あ、多少形状が違うんだ。いや、わかんないですけど。ああエアロの販売もするってことですね。まあ、エアロの販売も車両の販売もつけてやっていきたいなと思ってますけどね。なるほど、ね、働く車は、ね、遊ぶ車に変わるっていうね、うん、ね、そういうこと。プロボックスのエアロで制作始まります。はい、はい、ぜひお楽しみに。はい、皆様こんばんは。岡田エンタープライズ大空です。はにゃです。綾乃です。出ましたね。やっと慣れてきました。はいはい、今回はね、はい、あの大好評の大好評です。ビッグラビット、はい、薬師寺流さんでね、はい、あの放送されると、はい、次の日には大量に注文が来るという。そうですね、はい、オンラインで皆さん見てもらってるみたいで。あやのちゃん初めてですね。初めてです、はい、でこちらになります。すごい、はい、かわいい。カラーはあのミックスブルー、ミックスイエロー、ミックスピンクで、これはカラフル。カラフル、はい、これ新色で。へえ、すごい。増加なんでね。はい、枯れないです。はい、どうですか、可愛いですか。めちゃくちゃ可愛いです。そういう時に良かったんでしたっけ。これ誕生日とか、うん、何かお祝い事、いつもありがとうっていうのでもいいんですけど、うん、もうどんな時もらっても多分女性は喜びます。 100% 間違いない。間違いない。こちらね、気になる金額は、はい、8000円。こちらの商品もね、あの、はい、お店でも、はい、そのまま販売しますし、はい、あのオンラインショップでも買えますんで、はいはい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。